皆さんこんにちは。今日はまたね、違ったこんな格好のファッションでアンパンマンメイクをやっていきたいと思います。ちょっと髪の毛がね、もうボサボサでね、やばいんですけど、じゃあ今からまたやっていきます。アンパンマンメイクも正直初めてなんで、できるかわかんないです。じゃあやっていきます。茶色がね、なかったんでね、肌に似せてこれで茶色っぽくしようと思っています。できるかな、茶色っぽくなってんのかな、これ。一応ね、これスティックファンデーションなんですけど、スティックファンデーションの下地みたいなのかな。こんなに練るもんじゃないんですけどね、あの普通はこんな塗ってたらやばい。でもなんか茶色の色にするには、なんかオレンジとかね、こう混ぜないといけなかったんで、今回はちょっとこれでね、アンパンマンに似せてやっていきたいと思います。皆さんはアンパンマン好きですか？自分はちっちゃい頃アンパンマンのよく物を買ってもらってました。タンスとかのね、ところにシールが貼ってあったりとか、今でも貼ってあるのかなとか、あとまあいろいろありましたよね。なんかはい、こんな感じです。茶色じゃないの、なんか納得いかない。茶色、そっか、茶色。まあ今日はこんな感じで、次に眉毛を描きたいと思います。眉毛をね、もう黒で描きます。どこら辺なんだろうな、顔があれだから、ここら辺かな。眉毛こんなもんなんですかね。はい、描きました。眉毛と、で次、目を描きたいと思います。これじゃあ多分厳しいかな。目の上に今回は目を描きます。まあアンパンマンっぽいですよね。こんな感じです。で、花を描きます。花はね、今回ちょっと真ん中をこれにしようと思ってます。のここに描きたいので、どういう風にしようかな、どうしよう。ここに赤く塗ります。まず黒く線つけて、こうアンパンマン難しいですね。でも今回は真ん中のところは描かなくていいから助かりました。こんな感じかな。で、赤で塗っていきます。最近ちょっと白のなくなりが早いんでショックです。赤とかいっぱいあるんですけど、こんな感じですね。アンパンマン似てるかな。ちっちゃい頃はね、アンパンマンになってみたいなって思った時期あります。なんか顔が変わるじゃないですか。それがね、いいなーって思って、自分も顔変えたいっていうか、まあ変わるっていうんかな、あれは。それでね、いいなーって思ってました。どんな感じになるんだろうかな。で、口
足元が黒く、ここ黒なんですよね。まあでも一回ちょっと鼻つけてみます。まあ、アンパンマンっぽいかも。こんな感じです。で、口元はもうこんな感じですね。まあ、あんまり変わんないかな。で、最後に、白で、ここになんか四角いやつがあるんですよね。なんかわかんないけど。四角ならないな、これ。混ざって。まあ、とりあえずこんなんがあるんで。塗っていきたいと思います。はい、今回はめちゃくちゃちょっと簡単すぎましたね。ちょっと簡単すぎたんですけど、アンパンマンの完成です。もうちょっとここ茶色だったらな、本当にアンパンマンに似てたんですけど、茶色がなかったので結構ショックです。じゃあね、今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。